ズバリ、岡田伊蔵を演じてほしい役者さん。まずね、一人目。二人いるんですけど、一人目はね、まあ、叶わぬ願いなんですけど、松田優作さん。あの人ね、実はね、原田芳雄さんが龍馬やった時に、人斬り役で出てたんですよ。でも、それはね、伊蔵ではなかったんですよ。やっぱりね、松田優作さんって眼差しとかね、雰囲気とか、ピュアさといいね、もう岡田伊蔵にぴったりなんじゃないかなと思えてきて、もう、後になればなるほどね。そう、司馬太郎の人斬り伊蔵をね、映画化して、やってほしかったな、本当に。いや、もうね、今更だけど、もう、なんならね、もう、息子さんでもいいよ。竜兵さんよりも、翔太さんのが、ちょっと雰囲気は合ってるかな、背格好という。いや、なんならね、竜兵さんに、龍馬演じてもらって、で、翔太さんに、伊蔵を演じて、同じ映画に出てもらいたいですね。なんかワクワクしません？いや、もう、じゃあもう一人ね。もう一人は、反橋隆さん。実はね、方ね、人斬り伊蔵役をやってるんですよ。それがね、ダウンタウンの浜ちゃんの龍馬にお任せっていう、ちょっとバラエティ色の強いドラマあったんですけど、そこでね、ちょっと寡黙な人斬り役をやってたんですよ。ただね、あちらはね、コメディ色が強すぎたんで、ガチでやってほしかったですね。はい、それからね、岡田伊蔵を演じたお気に入りの役者さんということで、まずはね、そうだな、割と新しい方で、龍馬伝で出てきた佐藤健さん。あの方は良かったね。ちょっと意外な感じはすごいしたんだけど、イケメンで若い方、で、あれだけスリムな方が演じるっていうのはすごくね、やっぱり振り幅が大きいんで、岡田伊蔵って。斬新で良かったですね。とにかくピュアな感じがしたんで、やっぱりピュアがいいんだね。で、ちょっと昔になるけど、幕末純情伝結構好きなんだよね。の、木村和也さん。昔いた役者さんなんだけど、横山やすさんの息子さんなんだよね。ちょっといろいろ問題起こして今消えちゃったけど、まあそういう危ない感じがちょっと出てたかもしれない。うまいことその時は合ってましたね。でね、あとはやっぱり一番のお気に入りは萩原健一さん、証券さんですね。70年代に勝海舟に出てたんですよ。その人がめちゃくちゃ合ってて、なんかすごいね、卑屈な感じも出しつつ、告白な感じも出て、さらにピュア感も出てたんですよ。そこは多分萩原さんの演技力だったと思うんだけど、めちゃくちゃすごかったね。あとはそうだね、昔で言うと、人斬りの勝新太郎さん、あれは、まあ、迫力ありすぎて、ちょっと逆にちょっとやばかった感じがしたけどね。見ましたよ。でね、あと、真田広之さんが、龍馬役を演じたドラマで、竹中直人さんがやってたんですよ。なんか汚い感じですごい似合ってましたね。竹中さんの演技力によるんだけど、それはやっぱり。やっぱすごいと思いますね。あとは、めっちゃ新しいところで言うと、2021年の作品で、燃えよ剣。で、村上虹郎さんだったかな？ウーアさんの息子さんらしいですけど、意外と合ってた。合ってましたね。あと、もう昔で言うと、いっぱいいるんですよ。前田銀さんとかね。まあでも、最近の方もすごくいいですね。イメージを壊してくれる感じがすごくいい。そしてピュアな感じが。あとね、すごい異色の作品で、IZO、アルファベットで IZO って書いて、伊蔵っていう作品。もうとんでも作で、多分ね、映画史上、最もね、いろんな有名なタレントが出た作品じゃないですかね。なんか、ビートたけしさんが出たから俺もってすごい有名な人がこぞって参加しちゃった作品で、三池崇史さん監督の、
ね、とんでも作品なんだけど、これはね、時代劇ではありません。僕はね、伊蔵ってことで見たんだけど、残念ながら途中で挫折しました。はい。でもね、いろんなタレントさんが見れるので、面白いは面白いかもしれないです。僕は見れなかった。残念。